ポール・クリューガーはトランスバール共和国の政治家、大統領を務める。クルーガー、クルーゲルとも表記する。1825年10月10日、英領ケープ植民地のバルフックに生まれる。当時の東ケープは奴隷制の廃止をめぐって、ボア人とイギリス政府とが激しく対立しており、1836年には東ケープのボア人の一部が、 ホロギッシャ隊を組んで内陸部へと移住を始めた。グレートトレックである。11歳のクリューガーも、父と共に、それに加わり、ヘンドリック・ポトヒーターの隊に参加して、トランスバールを目指した。1838年には、ホォールトレッカーたちは、バール川を越え、ポチェフストルームに、最初の基地を置いた。 クリューガーの父はそこから少し離れた、現在のラステンバーグ近郊に植民することを決めた。1841年には、クリューガーは独立し、マガリースバーグ山地の麓に農場を開き、翌年には結婚した。兵役に入ると、コマンド部隊に入って、同格を表し、フェルトコルネットに任命された。やがて国会議員となり、憲法制定委員会にも参加した。 彼は、若手のまとめ役となり、トランスバール共和国が正式に成立した、サンドリバー協定の締結の場にも参加していた。共和国の二大有力者であったマルティヌス・プレトリウスと、ステファノス・スクーマンとの政治的対立を収めた。1863年には、トランスバール共和国軍最高司令官に任命される。1873年には軍を退役し、 冒険風と本フォンテンの自らの農場に戻った。しかし1874年に彼は内閣のメンバーに選ばれ、間もなく副大統領に就任した。1877年、内政上の混乱を理由として、イギリスがトランスバール共和国を併合すると、クリューガーは共和国併合に反対し、施設として二度都営したが、交渉は決裂。 1880年12月13日、プレトリアの南西にあるパールデクラールにおいて、ボア人の集会が開かれ、この集会においてトランスバールはイギリスへの徹底抗戦を議決。副大統領であったクリューガー、軍の最高司令官であるピート・ジュベール、共和国初代大統領であったヨハネス・マルティヌス、プレトリウスの3人による三党政治体制を取ることを決め、16日に、 イギリスに最後通帳を突きつけた。第一次防和戦争ではトランスバールは体制の整わないイギリス軍に対して有利に戦いを進め、1881年2月27日のマジュバの戦いにおいてジュベール将軍がイギリス軍を決定的に撃破し、1881年8月にはプレトリア講和条約が結ばれ、共和国は 独立を回復した。1892年のクリューガー1883年の大統領選挙には、クリューガーとジュベールが立候補し、クリューガー3431票、ジュベール1171票で、クリューガーが選挙に勝利。クリューガーはトランスバール大統領に就任し、以後4期連続当選を果たし、1900年までトランスバールの大統領を務めた。 政治家としては、保守的であり、あまり洗練されてはいないが飾らない態度と、トランスバールの独立を力強く訴える、政治姿勢が、地方の保守的防和人から強く支持された。1886年、国土中央にあるヨハネスブルクにおいて均衡が、発見されたことで、トランスバールは転機を迎えた。財政は、急速に好転し、 第一次ボーア戦争の原因ともなった財政逼迫は改善されたがゴールドラッシュと共に大量に流入したイギリス系の移民の増大によってボーア人は白人の中でも少数者に転落する危惧を抱いたクリューガーはアイトランダースの勢力を削ぐため選挙権をトランスバールに14年以上居住した白人のみに与えるように選挙法を改正したがこれが イギリス系の不満を招き、ケープ植民地首相セシル・ローズらによって、政府転覆とトランスバール併合の計画が再び練られるようになる。また、ローズは、ベチュアナランドやローデシアを英国領に編入し、トランスバールに圧力をかけた。それに対抗するため、クルーガーは、デラゴアワン鉄道の建設を行い、ヨハネスブルクから、 ポルトガル領モザンビークの港町、ロレンソ・マルケスへのルートを自国の手に握った。さらに1895年にはスワジランドを併合し、東に勢力を伸ばした。また、ドイツと接近し、イギリスと対抗した。1895年、ジェームソン襲撃事件が起き、クルーガーはイギリスを激しく避難。さらに、事件の翌日、 ドイツ皇帝をイルヘルム2世より事件解決の祝電が送られるクリューガー伝報事件である。この両事件によりローズは失脚したもののイギリスとトランスバールとの対立は決定的となった。この際、ケープ植民地からヤン・スマッツがプレトリアに移住し彼の才能を高く買ったクリューガーはスマッツを司法長官に任命した。1899年 オレンジ自由国の仲介によって和平会談が行われたものの会議は決裂。クリューガーはイギリスに宣戦線布告し、第二次防和戦争の火蓋が切られた。自力に勝るイギリス軍にトランスバールは敗北し、1900年6月5日に首都プレトリアが陥落。クリューガーと政府は東部へと逃れたが、10月にクリューガーはモザンビークへと追い込まれ、 国外逃亡を余儀なくされた。その後、ボア人の窮状を訴えるために、ヨーロッパに向かい、各国を訪れた者の救援を得ることはできず、1902年には、敗戦し、スイスに亡命することとなった。1904年、亡命先のスイスの傍衆クラレンスにおいて死亡した。1899年の英国風刺画のクリューガー、クリューガーは、背が、高く、 がっしりとした体格をしており、ダークブラウンの髪と茶色の目をしていたが、髪は年とともに白くなった。若い頃には口ひげを生やしていたが、後年には口ひげを剃って、頬ひげを生やし、見事なひげと黒いフロックコート、シルクハット、そしてヘビースモーカーである彼のパイプが彼のトレードマークとなり、風刺画などにもこの姿でよく登場した。 経験なオランダ改革派協会の信徒であり、聖書を愛読した。プレトリアの彼の家は、現在では、クリューガーハウスとして、博物館となっている。旧トランスバール島端にある、クルーガー国立公園は彼を記念して命名された。クルーガーランド金貨は、表に、クルーガーの肖像がデザインされている。第二次世界大戦中には、ナチスドイツによって、 彼の抵抗を描いた繁栄プロパガンダ映画、世界に次ぐが制作され、エミール・ヤニングスがクリューガーを演じた。プレトリア市街の境界広場にはクリューガー像が建立されており、現地アフリカアナーの象徴となっている。しかし一部のアフリカ民族会議の活動家から撤去を求める抗議があり、クリューガー像が 緑色の塗料で汚損される事件が発生したため、アフリカーナー側が像を守ろうとする動きが出ている。マーチン・メレディス、ダイヤモンズ・ゴールド・オー、75、岡倉都市2003、ボーア戦争。山川出版社 ISBN46 億3464万7001、P41 から42、岡倉都市2003、ボーア戦争。 山川出版社 ISBN46 億3464万 7001P50 レナードトンプソン著、宮本正ネ峰イ一、吉国常親九1995南アフリカの歴史、明石書店 ISBN47 億5030万 6991P251 レナードトンプソン著、宮本正ネ峰イ一 ヨシクニツネオ1995、南アフリカの歴史、明石書店 ISBN47 億5030万6991、P258、ルイス・チャングイオン。フォトバイヤーグラフィー、ポール・クルーガー1825から1904、パースコア・ウィットグーリー19、1973、P9 から15。ありがとうございます。